こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。今日はブロッコリーのスープをします。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。そして今月の器はこちらです。阿蘇市西小園にあります桜心釜さんの作品を借りてきました。桜心釜さん、11月2日から7日にかけて天草で開かれます第13回天草大陶磁器展にも出展されるそうです。お近くの方はぜひ行ってみてください。さあ大空さん、はい、今日はブロッコリーのすり流しスープ、はい、で人参と、これお麩ですか？はい、乾燥麩です、はい、これはどういう麩？これは麦でできてますよね、はい、それをオリーブオイルでですね、うん、ちょっと焦げ目をつけてトッピングに使います。あ、なるほど、はい、ちょっとクルトンみたいな感じなんですね。そうですね、はいはい、では早速教えてください、はい、ブロッコリーを茹でるところからいきますね。はい、何か大空さんのオリジナルというか、私ちょっと精進料理の本を参考にですね、でそれにちょっと人参の色付けをするためにちょっと入れたりしました。あ、そっか、お麩ってね言えば確かに精進料理の、うん、大豆が麦ですね。そっかそっか、まあ麦も植物だから多分いいと思いますけど、で精進料理をヒントに大空さんがちょっとアレンジした、はい、ちょっとね付け加えたりして、はい、させてもらいます。茹で上がった、茹で上がったブロッコリーですね。そしてこれが出汁、だし、茹で汁、茹で汁、で、ね、でこっちが出汁ですね、はい、これをこれを入れ、まずブロッコリーを入れて、はい、だし汁を、だし汁を、はい、入れました。で今度は茹で汁、これもね、はい、ちょっと入れます。でこれをこうしておいて、スイッチオン。では完全にしないでちょっとつぶつぶが残ってもいいんですね、はいはい、でそしたらここに調味、はい、塩で、塩を、はい、つまみか二つまみしてみて、味見てからですね、はい、あ、美味しい、優しい、うん、塩感じたら濃いからです ね、少し大空さんがね気をつけられてた食感も、ありますか、ブロッコリーの食感も、はい、うん、あ、美味しい美味しい、いいですか、うん、じゃあ入れましょうかね、はい、トッピング、そしてね、後ろのポスター、皆さん禅にも選ばれたということで、詳しくは阿蘇市ホームページにね禅の、サイトがあります。ご覧ください。さあそれではじゃあいただきます。いただきます。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある桜心釜は工房前にある見事な桜の古木にちなんで名付けられた工房で、暮らしの中で愛され心地よく使ってもらえる陶器作りがテーマです。納屋を改築したギャラリーには女性らしい優しく柔らかな絵付けの作品がずらりと並んでいます。